はい、速稼塾の久保です。16時間断食をして残った8時間の間だけ食事をする、そんなダイエット方法があるみたいですよね。いやでもね、これはかなり至難の業かなと思いながら、まあ、皆さんからのコメントいろいろ募集してみたわけなんですけども、本当に皆さん本当ね、いろんな角度からのコメントありがとうございます。もちろんね、ダイエット方法とか、まあ、筋トレとかは一人一人合った方法がありますから、無理をして達成するってことじゃないと思いますし、このなんですかね、体質的に不可能って方もいらっしゃるんですよ。まあ、ですんでね、ここはインストラクターさんと自分のコンディションをよく検討しながら、トライ&変更ですか、やってみて変える、やってみて変えるって感じで、うん、しっかりと取り組まないといけないかなと思います。その中でね、今日は一件メールを紹介したいと思いますので、画面を切り替えますね。これはどうでしょうか。実際に16時間断食を体験している方の声がついに届きました。はい、読みますよ。16時間断食についてですが、その効果として減量、がん予防、筋肉増強、回復力を高める、集中力増強など体にも脳にも良いということで、さまざまなジャンルの方々に人気があるそうです。ほう、これはいいですね。まあ、しかしながらと書いてますね。やっぱりアンチテーゼもちゃんと書いてくれてますね。断食中にエネルギー切れになったり、あ、これありそうですね。不機嫌になったり、あ、体温が低下して、寒気がしたりなどがあり、なかなか実践は難しかったそうです。いや、やる前からね、私難しそうだなと感じちゃうんですけども、ところが現在では、お、それらの問題をクリアにして、さらに筋肉をつけると同時に脂肪を燃やすことのできる方法が発見されています。あららら、すごいですね。科学的見地のものなんでしょうか。シリコンバレー式自分を変える最強の食事という本に書かれているバターコーヒーという飲み物を利用した方法を取り入れて、バターコーヒー美味しそうですね。僕もここ2年間は1日も体調が悪い日はなく、標準範囲に収まっていた体重は変わることなく、ほう、筋肉量が増え、体脂肪量が減り続けています。へえ、体組織系の計測結果を添付します。公開 OK です。ありがとうございます。じゃあ後で見せてもらいましょう。この結果にはパーソナルトレーナーも目を丸くしていました。へえ、ね、そうなんですね。パーソナルトレーナーもこうつけてやってらっしゃるんですね。やっぱり何せ僕は2週間に1回しか筋トレのためにジムに通っていないからです。すごいですね。筋トレ好きな私としてはね、2週間に1回以上やっちゃいそうですけども、でもこの回数でいけるんだったらね、忙しい方でもいけますよね。でも上記の本の中には、15から18時間の断食とバターコーヒーの組み合わせで運動なしでも引き締まった体になれることが書かれています。添付の画像は下半分をご覧ください。過去3回の体組織の判定結果から、体重、筋肉量、脂肪脂質の体脂肪率の3つの数値の変化がまとめられた表です。表の下に測定日時が小さい字で表記されています。一番右の数値が本日1月8日の測定結果ということで、リアルタイムでございます。どんなのが届いているんでしょうか。はい、こちらです。体成分履歴ということで、1月8日のものですね。これ体脂肪率、確かに 11.2 から8.7 に減ってます。一番下のパラメータですよ。で、真ん中の筋肉量は 52.6 から54.2、 それで体重は増えたり減ったりなんですけども、63前後をねキープしてるってことですかね。ほう、なるほどね。ということで、パラメータを送っていただきました。16時間ダイエット実際にされてる方からの、まあ、メッセージということで、ちょっとこれはね、直接話を聞いてみたいなと思いますんで、よろしかったらね、そのズームで対談などできれば幸いでございます。私もね、実際に体験した方とお話をしてみて、いろいろ考えてみたいと思うんですよね。まあだから、いろんなね、方法があると思うんですよ、体を整えるにはね。ですから今回ご連絡くださった方の方法が絶対万人に行き渡りますよっていうことではなくて、いろんな角度から体質改善、ダイエット、筋トレ、老化防止、いろんなものがあると思いますけどもね、一つの情報として自分の選択肢を広げる意味で、この今回のね、16時間ダイエットズームライブっていうものをちょっとね、聞いてみたいと思いますんで、あれどうなのかなと思う方、私以外にも結構いらっしゃると思うんですよ。で、
今まで通りのダイエットや筋肉トレーニング方法をやっていて、なかなか成果が出ない人もいると思いますし、いやそういうのじゃなくても今は自分の方法でうまくいってるよって方もいらっしゃるんですけどね。ただ誰かにアドバイスするときに、いろいろ健康方法やダイエット方法や筋トレ方法を進めてもうまくいかない方に、こんなのがあるけどどうかなっていうことでね、まあ情報の一つになるんじゃないかなと思いますんで、まあズームライブね、ちょっとご期待いただきたいんですけども、出演してくれるかなこれズームライブ、うん、まあちょっと交渉してみますね。もしねこれレターいただいた方、ズームライブ OK だよってことでしたら、またメールをいただければと思います。よろしくお願いします。日程を調整して、そして告知期間を含めてですね、まあ皆さんと一緒に体のことについて考えていきましょう。それではありがとうございました。失礼します。